場内の皆様、突然恐れ入ります、チバリオドラゴーンズ。本日はアグレスタジアム茶谷にお越しいただき、そして新生立浪ドラゴンズの沖縄での第一歩にご参加いただき、誠にニフェーデービルでございます。さらなる拍手ありがとうございます。今年のドラゴンズのスローガンはオールフォービクトリー、すべては勝利のためにです。オープン戦も初戦から全開でまいります。どうぞご期待ください。今年も1年間よろしくお願いします。続きまして、中日ドラゴンズスターティングラインナップ。1番ライト岡林勇希、背番号60。2番センター大島洋平、背番号8。3番レフト福留孝介、背番号9。4番ファーストダヤン・ビシエド、背番号66。5番セカンド高橋周平、背番号3。6番キャッチャー木下拓也、背番号35。7番サード石川昂弥、背番号2。8番ショート京田陽太、背番号1。9番指名打者鵜飼航佑、背番号4。先発ピッチャーは大野雄大、背番号22。そして率いるのはミスタードラゴンズ立浪和義。すべては勝利のためにオールフォービクトリー。ドラゴンズファンの皆様、共に戦いましょう。西背番号16。今年もちょっと先発ピッチャー1回1回変えてきて、ここでみんな相手ピッチャー投げますと、できてるのは今のリード1番手のピッチャーを入れて変えたんですけど、ノーカラーにノーワンで9番ショート全部変えてあげる、左にはいショート、おーリバイスッツ、おーはい、言われた2番センター、大島洋平、やってきたことをみんな整理して準備とコストチームが勝てるように全員でやっていきましょう。元気出してこい。声のトーンが違うよ。今日は熱が勢いだけやったよ。締まるわ、違うわ、やっぱり全然違う。お待たせしました。
お待たせしました。ちょっと待ってね、生中継で。はい。2イニングいかがでしたか。はい、まあ、内容どうこうよりも、まあ、ゼロで帰ってきたいというのが一番だったので、まあ、ゼロというか、ね、オープン戦の勝ちにこだわってやっていきたいということを言ってましたので、その中ではゼロで帰ってこられたのは良かったと思います。まあ、目指すは開幕しかないという状況の中で、オープン戦も開幕投手ということになりましたけど、はい、そのあたりでちょっと気持ちの部分では実戦という意味では少し違ったんでしょうか。そうですね、ものすごく緊張しましたし、やっぱり、最後の去年の実戦が10月の10日前後だったんですけど、まあ、久々の対、対外試合といいますか、だったので、まあ、いつも、ね、オープン戦の初めの登板というのはすごく緊張するんですけど、まあ、今日もそうでしたし、まあ、球が、ね、あちこち行ってなかなか制球ということはできなかったんですけど、まあ、本当に、ね、ゼロというのがだけですね。はい、ただ、まあ、2イニングで投げて、はい、この後こう1週間1週間というような形で積み上げていくんだと思うんですけど、はい、そういうのが一つこうスタートを切れたなという実感はどうなんでしょうか。うん、そうですね、まあ、あとはこの前シートバッティングで投げた時には、まあ、真っすぐを簡単に弾き返されてたんですけど、今日に関してはファウルも多かったですし、差し込めてた球多かったんで、そこはすごくプラスだと思います。1ヶ月のキャンプという中でキャプテンマークもつけて、そのキャプテンマークも今日お客様の前でお披露目ということにもありましたけど、はい、その辺の意識はどうでしたか、このまず1ヶ月。そうですね、まあ、まず怪我なくこの沖縄での試合に登板する予定で登板できたということは良かったですし、まあ、またそのキャプテンとして、オープン戦一発目の試合に投げるというのでさらにプレッシャーもあったんですけど、まあ、本当に、ね、ゼロで帰ってこられて良かったと思いますし、まあ、まだ始まったばかりですしね、まあ、何やったらまだ始まってないんで、まあ、しっかりと1ヶ月間調整していきたいです。お疲れ様でした。はい、ここに取材聞いてて驚いたんですけど、はい、大野選手でもやっぱり対外試合一発目って緊張する。めちゃくちゃ緊張しますね。やっぱり試合感っていうのはね、どうしても、この 3,4 ヶ月か空いてしまうと薄れてしまうものですし、うん、やっぱりお客さんが入ってる中で、相手チームもしっかりとメンバーを揃えてきてる中でマウンドに上がるっていうのはやっぱ緊張しますし、まあ、それがもろ現れた、はい、投球だったんですね。特に先頭打者のね、近本君のフォアボール出したりとかっていうところで、はい、その初登板を終えて心境としてはどういう心境になってますか。まあ、良かった点はやっぱりゼロで帰ってこられたことと、この10日間でまっすぐの質がすごく上がっていたことですね。まあ、反省点といえばもうやっぱり制球できてなかったっていうところなので、まあ、それはね、やっぱり緊張という部分もありますし、これから修正できていくものだとは思うんですけど、まあ、本当にね、自分自身にプレッシャーかけて、オープン戦勝っていきますというところでね、そういう言葉でも自分も緊張をさらにしましたし、まあ、まずはゼロで帰ってこられたと、まあ、内容よりも結果で来ますということはね、僕言ってたんで良かったと思います。そういったコメントもあって、今日の野手陣の円陣の中でも、はい、大島キャプテンがみんなで勝ちに行こうという言葉があったんですけど、なんか小野投手の思いが伝播しているような感じですけど、そうですね、まあ、やっぱりオープン戦からちゃうところを見せていかなあかんと思ってますしね、それは僕も大島さんもやっぱり思っていることは一緒だったと思いますし、また監督も昨日のコメントで、勝ちにこだわって勝ちに行きますということでおっしゃってたんで、やっぱりみんな一緒の気持ちやなと思ったんでね、まあ、ほんま調整の場じゃなくてオープン戦いい順位で本当にね、通過というか終えてシーズンに挑んでいきたいなと思ってます。まだ数日ありますけど、YouTube としては、はい、大野選手のメンソーレが始まった1ヶ月でほんますね、生配信であったり、はい、動画であったり1ヶ月見ていただいたファンの皆さんに、はい、少し早いですけど、はい、メッセージいただけますか。はい、皆さん何とか無事にキャンプを終えられました。はい、まあ、初登板、内容はめちゃくちゃだったんですけど、まあ、ほんまにもう勝ちしか、結果しか求めてないんで、オープン戦は僕は。なので、そういう目で、見て応援していただければいいと思いますし、
まあ、ほんまにオープン戦終わった後に皆さんに喜んでもらえるような結果を絶対残します。なので、応援の方よろしくお願いします。ありがとうございました、はい、お疲れ様でした。おしゃー、また強いからね。上がった上がった、おっしゃー、ひろゆたでやるよ。ホーム開幕戦を含むオープニングシリーズでバンテリンドーム人工芝付きチケットを数量限定で販売します。ぜひお買い求めください。あのなかなかシーズンさながらの僅差というそうですね、なりましたから、はい、まあ、もちろんあのアンダーの割には点が取れないというね、まあ、そういう、まあ、課題みたいなのもありましたけども、まあ、作戦面も含めて今積極的に、まあ、ランナーを動かしたり、まあ、そういったこともしてますし、まあ、今の段階ではミスすればまた練習して、まあ、次あのいい結果につながるようにねやっていけばいいかなと思ってます。まあ、投手キャプテンもかなり緊張したというところにいましたし、ね、あの岡田はなかなかいいピッチングしました。まず、ね、まあ、大野はあの、ね、この時期しっかりボール投げれてましたし、なぜかかなり力んでね高めに行くボール多かったんですけども、まあ、順調に来てるなというふうに思ってます。それからあの並べられたオーダーがですね、なかなか期待感があるなというメンバーも揃ってましたけど、まあ、今日のところは ね、手にはなかなかなりませんでした。その辺、特に岡林あたりの評価はどうか。いやもうね、今日ぐらい出塁してくれれば、まあ、あの内容も非常に良かったですしね、まあ、もちろんこれからへばって悪くなる時期もあると思うんですけども、まあ、なんとかあのそこを乗り越えられるように、ね、やっていきたいなと思ってます。それから、まあ、今日だけのことを言っちゃいけませんけど、石川は、まあ、今日どうだった、まあ、あの打てる打てないっていうのはねいいんですけど、まあ、やはりあの守る方をしっかりとねやるという意味で、まあ、今日はやっぱり、まあ、いい当たりのヒット性の当たりですけどもね、やっぱああいうのをこうアウトできるように、ね、なってもらいたいという。オープン戦とかにはウィニングボールも渡されて、あ、そうです、はい、もう2球練習球とあの練習試合とオープン戦といただいたんですけども、まあ、早くねあのシーズン入ってからいただきたいですね。ありがとうございます。あのあとは総括として1ヶ月キャンプとされましたけれども、まあ、そういう意味ではここからあの残りの1ヶ月どんなふうに過ごしていきたい、戦っていきたい。まあ、ここからあの、ね、もう1回ピッチャーもそうですし野手もそうですけども、やっぱりメンバーを決めていくという中ではまだまだ若い選手これから、ね、競争ということもありますけども、なんだかんだと1ヶ月本当に早いと思うので、もう早め早めに準備はしていきたいなと。で、まあ、このキャンプはね、若い選手も、しっかりとこうバットを振って、まあ、野手であればゴロをたくさん取ってですね、あの練習はしっかりできてきましたから、まあ、雨が多くて実戦が少し少なかったのはありますけども、まあ、ここから実戦続きますからね、そこでしっかりと補っていきたいなとは思ってます。まあ、トータルしたら、まあ、非常にここまでは順調に来れたのかなと思ってます。
ヒーローインタビューがあり、あ、ヒーローインタビューか、はい、京田の大丈夫です、京田カメラなかったからホームランじゃなかったけど、僕持ちましょうか、じゃあ、あ、でもこれは違うな京田カメラやらんかったからインタビューはなし、ホームランならんかった、そんな暇ないです、いや、暇じゃないですか、あやつぐさんなんか、あやつぐさんなんかそこなとこにいっす、いやいや、グランドでやらせて、グランドでダイモンって来て、なんかマイクと早く喋ってるの、質問来ないと喋れない、自分からなんか言えばお疲れ様でした、よしキモおい、お疲れ様でした、お疲れ様でした、はい、決勝タイムリーですけども、ふざけんタイム、心境、いや、ふざけますよ、心境としてはどうですか、心境としてはもう普通に嬉しいです、とりあえずは初めてのオープン戦だったんで嬉しいです、はい、カメラ向けられたらそういうタイプね、徐々に質問が硬いの質問硬い盛り上げるのが徐々にね、ここから1ヶ月の成果としても、あの1ヶ月の成果としても現れてるのかなと思いますけど、はい、どうですか、そうですね、もう本当にいろいろな方に指導していただいて、まあホームラン打った時もありましたし打てなかった時もありましたけど、まあ、とりあえず本当に初戦でああいう場面で回していただいて、でそれが決勝だっていうのはすごい嬉しいです、はい、なんか結構チームのムードもこう、はい、中心となってやってってるのかなと思うんですけど、そうですね、本当基本は若手が多いですし、やっぱまずは元気出してやっていかないと、そう、僕も久々とか初めてこうやってレフト守ったりして、やっぱ飛んでくるなとか、なんか緊張しててやってても多分うまくいかないんで、とりあえず自分自身がまず声を出していつでも来いとかいつでも打つぞっていう雰囲気を作っていけることによって自分も入りやすいですし、若い選手もそれでついてきてくれるので、まあ、いつもと違うドラゴンズがファンの方も見えてるんじゃないかなと思います。変えてやろうとかっていうのを意識している部分、はい、いや、もうこれはもう僕のキャラというか僕のスタイルなので、そこはまあ今まで、ね、ソフトバンク楽天とやってきましたけど、こういう選手が必ず1人2人がいて、まあ、ソフトバンクで言ったら松田さんとかそういう人が いるからこそあえて明るかったり強いチームができてるんだなって僕自身が感じたので、まあ、そこをこのドラゴンズでって思った時に、まあ、僕がやった方が、まあ、盛り上がるかは分かんないですけどいい雰囲気は作れるんじゃないかなと思って、まあ、キャンプ初日からやってましたけど、まあ、それがちょっとずつこうやって浸透してきましたし、はい、ファンの方にもそういうところも見ていただきたいなっていうのを思います。今日のキャプテンの円陣はどうでした、はい、そうですね、やっぱ僕の円陣と違ってやっぱ締まりましたね僕はちょっと締まれてるわー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 なってしまうんですけど、まあ、まあその締まるっていうのはもうそういう人ができればいいと思いますし、違う明るくしたりとか雰囲気を作りたいときはもう僕に言っていただければやりますんで、はい、あの週明けには、はい、あのフルスホークス戦もありますけど、はい、あの近い目標としてはどういったところですか。そうですね、まあ、フルスホークス戦の前の明日フルス楽天戦なんで、あ、そうですね、そうですね、まあ、変わったところっていうか僕の雰囲気は変わってないと思うんですけど、まあ、新たにレフトやってるっていうところもソフトバンクだったり楽天っていうの見たことほとんどないと思うので、まあ、いろんなヤジだったり飛んでくると思いますけど、それに負けずまず僕が元気を出してね、本当、まあ、まだオープン戦ですけどやれたらいいかなと思います。真面目、顔が真面目じゃない、結構ふざけてますよね結構いいっすよね、顔が真面目すぎお前来る前結構笑ってたからいや笑いありだったから、ちっちゃいな、お前じゃあ YouTube 見てみんなとで、いや、あの応援していただいたファンの皆さんにメッセージいただきます、はい、今日オープン戦始まりましたけどまず1勝できましたし、本当チームとしてもあのキャンプ初日の大野さんが言ってた通り、はい、1試合も負けないで公式戦に臨みたいということで、もうオープン戦も本当に、まあ、僕もガッツポーズとかね出してしまいましたけど、まあ、大げさっていうか僕は本当に1試合1試合必死ですし、まあ、チームを勝つためにと思ってるので、まあ打撃だったり慣れない守備かもしれませんけど温かく見守っていただきたいですし、先ほども言いましたけどあのムードメーカーっていうところもどんどんファンの方に浸透していただいて見ていただきたいなと思います。これからも応援よろしくお願いします。ありがとうございます、はい、ありがとうございます、ありがとうございました。これうまく編集したら京田笑うんで、たぶんお願いします、お願いします。
石田さん見てたから。本当ですか。できますね。ブログ用です。これ僕、え、あ、いいですか。はい。できます。はい、チーズ。はい、OK です。今年からですか。はい。あのメーカーさんとちょっと話して、なんかできるかなっていう話をしたら、こんな可愛く、もうそっくりっす。結構クオリティは高いと思います。はい、試合で使われる。いや、試合で使えたら、まあいいですよね。こう、まあ、ちょっと今年あのバク転できないみたいなんで、ちょっと僕ももう少しなんかこうやってドラーズさんに貢献できるように。はい、いや、そこも注目ですね、ファンの方が。そうですね、グローブ、はい、まあ、あの使えるように頑張ります。はい、まあ、ちょ形もちょっとまだあれなんで。あ、なるほど、新しいんです。はい、新しいんで。これつけてやりますか、なんかあのイベントみたいな。です、です。今年ノック受けましょうよ、あのサブグラウンドで。無理っすか。帰んないと。帰んないと。ありがとうございました。ドアラが好きな兄弟でした。よし。